はい、用意スタート。皆さん、こんにちは。マーと申します。東方絵描きです。今回は、こちらの絵が完成するまでの過程を実況にしてみたいと思います。絵描きの作業ってずっと見ていられますよね。配信等で見ている視聴者兄貴も多いと思いますが、それを立派なコンテンツとして、磨き上げたらどうなるか、というのが本動画のコンセプトです。大根の葉っぱをお浸しにするのと同じです。前置きはこれくらいにして、早速やっていきましょう。それでは、行ってみよう。さて、まずはラフです。今回は大学ノートにラフを書いた後、さらにデジタルでラフを書いています。おっと早速必殺技です。三角形を書き始めました。これは構図です。三角形を書くと構図が良くなると聞きかじった情報を、早速自らの絵に取り入れているようです。続いて顔のラフを書いています。ここで手を抜くと、顔を仕上げるときに困るため、バランスを考えながら形と向きを決めていきます。そして、体も書いていきます。衣装はライダースーツを選んだため、体のラインがそのまま衣装になります。今回はほぼ立ち絵という単純な構図のため、布の少ない衣装の方が楽ちんちんなのです。逆に動きや遠近感のある構図の場合、服がないとごまかせないため、そのあたりは自分の画力と相談して決めましょう。そして、今回は目立つエリアも考慮しています。視聴者兄貴がイラストを見るとき、第一印象に飛び込んでくるのはイラストの真ん中ではなく、その少し上なのだとか、この絵はおっぱいと顔を特に見せたいイラストなので、それらのパーツが真ん中より少し上に来るように配置してみました。まあ、結果論なんですけどね。さて、画面の方ではすでにペン入れに入っています。複雑な衣装がないため、下書き工程は省いて問題ないと判断したようです。しかし、ここで顔に時間を取られることになったので、顔の下書きは飛ば、してはいけない、と思いました。実際、表情はこの時点まで決めていませんでした。なんとなくキャラと衣装を決めて、なんとなくポーズを決めて、とりあえず困ってる顔描くかという感じです。嘘やろ。画面では、髪の毛の下書きをしているようです。さすがに一発書きを押し通すのは無理だったようですね。ロングヘア苦手だし。しかしながら、このロングヘアで助かることもあります。一番初めに描いた三角形の構図ですが、服がライダースーツのため、三角形にうまく落とし込むことができません。そこで、ロングヘアの登場です。白蓮さんの髪の毛は長い上に癖毛で描かれているため、下向きに広げても不自然さがありません。だから、白蓮さんを選ぶ必要があったんですね。髪の毛の下書きをほどほどに、目の調整に入ったようです。先ほど言ったように、下書きをしていないため、パーツの配置に手こずったようですね。ライダースーツのペン入れに入りました。顔のパーツが定まった時点で、作者としてはすでに消化試合も同然です。なぜなら、顔は人が一番見る部分だからです。顔さえ完璧に仕上げることができれば、その他少々のガバは見逃してもらえます。極端な話かもしれませんが、絵描きや兄貴処刑は心当たりがあるのではないでしょうか。画面では、重要ポイントであるおっぱいの作画にかかっています。モロチン好きだから重要なのもありますが、立体感が一番出しやすいパーツでもあります。僕は影やハイライトなどをほとんど描かないため、こうした凹凸のあるパーツが絵に奥行きをもたらしてくれるのです。本当？ドナルドです。肌色部分、腰周りのペン入れに入ってきました。はそこまで注意点はありませんが、腰は少し大きめに描くようにしました。先ほどの構図のためです。髪の毛に合わせて、下半身も少し末広がりな方が、構図をより強調できるかと思ってのことです。別に暗算型が好きとかそんなんじゃありません。髪の毛の作画に入りました。いよいよ線画も大詰めです。髪の毛は一度で綺麗に描けない部分で、何度も描き直しして消し残りで汚くなってしまいます。でも、描いていてやっぱり楽しい部分ではあります。女性を描くときに、一番個性が出るのではないかと思います。髪は女の命とはよく言ったものです。でも、やっぱりロングヘアはダメですね。ダメみたいですね。ダメみたいです。時間をかけて下書きをしたというのに、全然左右のバランスが取れていません。画面ではそれに気づかず、夢中で下書き線を打っています。楽しいな。そろそろ気づく頃です。バランスの崩れを修正しようと、髪の毛を動かしてみたり、下書きを消してみたりしているようです。しかしここで完全に諦め、下書きを直すことにしました。
他の絵描きの方の描き方を真似して全く違う描き方になっているのがわかるだろう。この新しい描き方が功を奏し、なんかうまく描けています。やったぜ。東方のようにメジャーなジャンルだと他の絵描きの方の描き方を参考にできるのでとても助かっています。髪の毛の線画が終わり、謎の黒ひもの作画に入りました。バストトップは針が強いため細く描き、お腹の部分は針が弱いため紐を太く描いています。スケベすぎます。最後に線画が重なってしまっている部分を消して線画は終了です。ここからは色塗りです。色塗りは一般的に時間がかかる作業ですが、僕はほとんど色を塗りません。今回は影すらつけていないので、下色を塗り、髪の毛にグラデーションをつけて、頬に紅を入れたら完成です。以上で完成です。やったぜ。と乾燥した感想ですが、とても上手に描けたと思います。今回はゆっくり動画初投稿であるにもかかわらず、他に類を見ない企画をいきなりぶっ込んでしまいましたが、視聴者諸兄には楽しんでいただけましたでしょうか。編集が大変なのでシリーズ化するかどうかはわかりませんが、ご要望等あればご気軽にコメント、ツイッター等でお願いいたします。あと、絵描き諸兄にはこのような形でなくても作品作りそのものがエンタメになるということをお伝えしたい次第でございます。それではまたお会いしましょう。終わり。閉店。以上。